ここがゴールじゃなくて一歩上に行くためのスタートかなって。女神っていうのは、まあ、地域のためにならないと、まあ、当然やらせてももらえない。今までにない企画で自由が丘の魅力を発信する。自分たちがファッションショーをやるって決めてから動いてきて、店舗全部に声をかけてトレンドカラーとかを踏まえた打ち合わせをしたり、形になるかどうかわからないっていうのはすごい不安なんですけど、形にするために努力してっていうのが一番のやりがいだと思うので、目の前にそれが広がってそれを見てるお客さんたちがたくさんいるっていう光景を見た時に、本当にできたんだなっていうのが正直信じられなかった。はい、せーの、マリコレ。歴史をつなげて歴史を超えていくっていう授業で、この1回じゃ終われないなって。